こちらね、見る限りね、もうマジのスピーカーじゃめっちゃ高そうとね、思うかもしれませんけれど、実はね、こちらのスピーカー1万円を切るめちゃめちゃコスパのいいものとなっております。こんにちは、カオルンです。本日は、カオルンチャンネル初のね、本物のオーディオ体験をしてほしいというところで、ガチのスピーカーを紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン!サンワサプライさんの400の SP107 でございます。でかい!イェイ!こちらね、見る限りね、もうマジのスピーカーじゃめっちゃ高そうとね、思うかもしれませんけれど、実はね、こちらのスピーカー1万円を切るめちゃめちゃコスパのいいものとなっております。僕個人的にはコスパってね、めちゃめちゃいい言葉だと思っていて、だってコスパって値段が安くてなのに商品としての性能が素晴らしいっていうね、もう2個とも素晴らしいので、やっぱり僕はね好きですね。なのでイヤホンとかね結構レビューしてますけど、イヤホンもねコスパのいいものをね僕的には結構レビューしたりしています。なのでオーディオってめちゃめちゃ高いっていうねイメージがね本当にねあると思うんですけれども、わかりますよ、あると思うんですけれども、実はねコスパのいいものもあるんだよっていうところをね今日紹介しまして、ぜひねそのイメージを払拭していきたいなと思っております。あとはですね、せっかくなのでスピーカーのねこういうガチモンはね結構設置するのが大変面倒っていうのがねあると思うんですけれども、今回のねサンワサプライさんのスピーカーを通してね、結構どのねスピーカーでも一回覚えちゃえばね簡単なので、簡潔に分かりやすくねその設置の仕方っていうのをね紹介していきたいなと思っております。じゃあね、まずは今回の400の SP107、 こちらのスピーカーの基本スペックからね皆さんと一緒に見ていきたいと思います。どうぞ。さあ基本スペック見ていきましょう。まずね今回のサンワサプライさん、こちらのメーカーさんはですね、なんと昭和26年、めちゃめちゃ古いですね、昭和26年設立された岡山県にあるね国産メーカーとなっております。メーカーとね言ったんですけれども、製造を行うだけじゃなくて販売もね手掛ける会社さんとなっております。主にねコンピューターの周辺機器、今回だと、まあ、PC にもつなげるスピーカーというところで、そういうところをねジャンルとして作っている会社さんになります。値段は7980円というところで、めちゃめちゃコスパいいですよね。もうほぼ8000円ですね。こちらねパソコンにもテレビにも両方使えるねスピーカーとなっております。見た目は高級感のある木目調のデザインとなっています。音の方も細かく調整できるようになっておりまして、ボリュームだけじゃなくてトレブルバスって言ってね、こう高音だけをね中心に音を調節したりとか、低音だけをね中心に調節したりっていうねダイヤルもついております。サンワサプライさんでね過去に結構ね売れたんだと思いますけれども、そちらのね400の SP091 っていうねモデルがあるんですけれども、そちらと比べてもやっぱりねデザインが木目調っていうところで本格的になっておりますし、あとはねいろいろなねスピーカーとか中のね回路とかがね今回は結構ね優秀なものが使われてるっていうところで、単純に性能もいいですし、あとはねボリュームだけじゃなくてね、そのトレブルバスもね調節できるっていうねところが進化ポイントとなっております。まあまさにねコスパよく本格的にオーディオ体験をしたいというね方はですね、ぜひね初心としてスタートを切るねいいモデルだと思います。さあズームしてね一緒に見ていきましょう。まずねデザインはこんな感じ。やっぱりね木目調のデザインがねこのスピーカーの部分にあるので、結構ねおしゃれに大人っぽい感じとなっております。でね、スピーカー実は2つついております。上と下にあります。1個がウーファーって言って低音が出やすいもの、もう1個がサブウーファーって言ってね高音が出やすいものになっております。なので、いろんなね、音域にわたってね、いい音が出せるよといった仕組みになっています。音を調節するダイヤルもついております。下からね、ボリューム、バス、トレブルとなっています。さあ、そしてね、最初の方でね、ちょこっとだけお伝えしたスピーカーの設置方法、こちらについてね、簡潔にお伝えしていきたいと思います。今ね、裏側になってると思うんですけれども、まずね、スピーカーっていうのは、2つね、イメージ通りね、皆さんのイメージ通り用意されていると思います。そしてね、1個が大体ね、親機って言ってね、まあ、親の方になるスピーカーと、もう1個が子機って言ってね、子供になるスピーカーがあります。今回は、R 側が親、今回は L 側がね、子供という感じになっております。
親がですね、大体音とかのね、データを全部ね、パソコンとかテレビから受け取って、それをね、子供の呼気に流しております。まずね、親機ね、こんな感じでね、いろいろなね、刺すところがあると思うんですけれども、まずね、親機がね、動くためにはコンセントに接続しないといけないので、こちらにね、コンセントあります。見えますかね？こちらをね、実際にコンセントに刺したと仮定します。今ね、コンセントがこちらにあります。次にこの親動けるようになっても、パソコンとかテレビからね、音をもらわないと自分とか子供にね、流すことができないので、まずはそのもらうためのものが、こちらにあるオーディオインになります。こちらのオーディオインに L と R をね、挿してあげてください。もう一方のこちらのね、先っちょの方はですね、テレビとか、あとはね、パソコンのイヤホンジャックに挿してあげてください。これでね、親はね、音を受け取って自分ではね、流せるようになりました。このね、L と R のうちの自分はね、R なので、R に流れてくる音をね、受け取って自分で流しています。もう一方の L の方はですね、受け取っても流すことができないので、この L で受け取ったね、音をですね、実際の L ちゃんのスピーカーに流していきます。この子供のスピーカーの裏側にね、僕音が欲しいよっていうところで親からもらうためのケーブルがね、ついていますから、こちらをね、親に挿してあげます。これでね、出来上がりですね。で、最初はね、結構音がね、でかくなっちゃう場合もね、あるので、危ないので、基本的にはね、ボリュームはね、ゼロの状態でね、電源をつけるようにしてみてください。あとはね、音楽を流すようにしてみてください。さあ、じゃあ実際にね、音を聞いていきましょう。二つ流したいと思います。BGM だけのものと、あとはね、歌を流したいと思います。皆さんね、知ってる内容かと思いますよ。じゃあね、どうぞ。今皆さんに音を聞いてもらったんですけれども、どうでしたでしょうか？僕個人的にはまあ聞いてても大丈夫かなっていうレベルでした。まあね、これはあくまでもトレブルとかバスとかね、細かく調節しないで基本的なね、フラットの状態で聞いた時の音になります。実際に今回追加されたトレブルバスをね、加えると、まあ細かくね、調節すると、まあ1万円を切る中ではね、結構いい音になるかなと思いました。結構ね、臨場感も出ます。ただ最近の大型テレビだと、もともと積まれてるスピーカーがね、結構良かったりするので、まあそちらと比べるとどっこいどっこいかなっていう感じで、まあわざわざね、スピーカーをつなぐ必要はないかなと思うんですけれども、もちろんね、一人暮らしされてる方とか、そんなにね、大きくなかったりするテレビあると思ったり、あとはね、パソコンにはね、もちろん勝てるので、そういう方をね、使ってる方はね、ぜひね、この7980円っていうね、まあ挑戦しても怖くないこのスピーカーをね、ぜひね、スタートとして使ってみてほしいなと思います。それではまとめに行っていきましょう。どうぞ。はい、ということで今回は三和サプライズさんの400の SP107、 こちらを紹介していきました。めちゃめちゃね、1万を切るね、約8000円のね、本当にコスパのいいね、スピーカーとなっておりますので、ぜひね、普段まあちょっと小さめのテレビを使っているとか、あとはパソコンでメインでね、動画を見たりとか音楽を聴いている人、ぜひね、挑戦してみてください。7980円だったらね、最悪挑戦しても、まあ引き返せるね、レベルだと思うので、ぜひ挑んでみてください。まあね、スピーカーがあることによってね、お部屋のね、感じもおしゃれがね、相まってね、ひときわね、こうおしゃれ体験、こう高級感をね、味わえる生活ができると思います。今回の400の SP107、 こちらのね、詳しい製品情報もっとね、下に載っていますので、ぜひね、概要欄からチェックしてみてください。
ということで、今回もカオルンチャンネルご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人をね目指してコツコツですけどね頑張っているので、ぜひ応援お願いいたします。そしたらまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。